はい、皆さんこんにちは。今日はですね、コメントが来ていたんで紹介しようと思います。チワワ社長おはようございます。私バラを12年作っていましたが、水やり、肥料、消毒、剪定、誘引と大変でした。そうでしょうね、バラ大変だもん。ぼちぼち観葉植物に変えていこうと思っています。年ですから。最初に購入した捨てのパーカスの育て方も動画を見てみたいです。こちら唐津なんですが、そろそろ家の中にまだ早いですか？よろしくお願いします。毎回ポチッと楽しみにしています。こんなコメントが来ていました。ありがとうございます。バラね、皆さん分かりますよね。バラ大変です。もう何より虫の駆除がね、大変なんじゃないかなと思いますけど、バラをお家にね、綺麗に育てている方たまにいますよね。いやー、本当綺麗だし、もうね、本当あれって自分で自己満足もあるけど、周りのね、通行人の方とかに綺麗に見てもらおうと思うね、一心でやられてるんだと思います。本当すごい。そしてマメなね、手入れがいるんだなと思いますけど、バラをね、一生懸命やられてた方は、観葉植物なんかって言っちゃダメですけど、観葉植物割と簡単にね、育てれるんじゃないかなと思います。それだけ繊細にですね、こまめな観察とね、お手入れをされているということですから。はい、そういうことでですね、コメントでありました、捨てのパーカス、なかなかまたレアなところに手を出しましたね。皆さん捨てのパーカス分かります？先ほどからちらほら映ってましたね。結構持ってるんですよ。あ、これね、捨てのパーカス、これです。これコウモリランとね、間違われる方もいますけど、見てください、こちらのコウモリランね、葉っぱの形結構似てるでしょ。コウモリランじゃありませんよ。木ですからね、これ。はい、そういう捨てのパーカス、こちらにもあったかな。 あったあったね、大きい捨てのパーカス15鉢ですけど、こんな感じ。だいたい尺鉢だとね、こんな感じで打ってあると思います。皆さん見たことあります？はい、そんな捨てのパーカスなんですけど、見た目はコウモリラン、そしてね、性質はどちらかというとパキラちゃんによく似てます。そしてパキラのちょっと強いタイプだと思ってもらっていいんじゃないかなと思います。このセロームともね、似ていますけど、パキラのような感じですけど、こういうエキゾチックなこのタイプの木の葉っぱってなかなかないですよね。これね、元気がない状態かと思われがちですけど、これ正常です。もうちょっとシャキッとしたりするかな。そしてこれはなぜかわからないですけど、貸し出したところでラメを振られてます。はい、そういうエキゾチックな捨てのパーカス、まあ好みもあるので、こういうの嫌いという方もね、多いんじゃないかなと思いますけど、かなりおしゃれな植物です。そして育て方というと、かなり育てやすいです。乾燥にも強くて、寒さはパキラより若干強いです。まあ世に言われています、パキラも10度以下とかになったらね、ダメと言われますけど、僕は寒い方のハウスで最近パキラ冬越えできています。だから割とね、耐寒性もあるんです。5度ぐらいまでね、いけるんじゃないかなと、パキラは7度ぐらいまでいけるんじゃないかなと思いますけど、ステノパーカスはね、5度から0度の間でも元気に生きていると思います。それぐらい寒さにもね、割と強いです、ステノパーカス。なのでね、先ほどまだ外に出してていいですかと言われてましたけど、唐津だったらね、海沿いでもあるし、まだ九州暖かいです。外で大丈夫です。その代わりね、急激にいきなり冷えてくることもあるので、そこは見極められてください。乾燥にも強いからですね、ガラガラの状態でも割といいんですけど、これがまたですね、ステノパーカス性質がありまして、水が切れたらね、一気に茶色くなって、化石みたいになったりします。これ注意が必要です。なので乾燥ガパガパまではいけますけど、それを通り過ぎないようにしてください。まあ普通の水揚げをね、やっていれば何の問題もありません。再生もね、かなり効くので、悪くなったら
カットして再生、カットして再生をねしたら、ずっと長く持つことができます。だいたいこのステノパーカスもですね、もともとこの、もっとこのぐらいあったのかな、180センチか2メートルぐらいあったんですけど、一回傷んだんでね、カットして再生させて今このちっちゃい状態にしているんですけど、カットした後はですね、割と刺し目でも簡単につきます。ブスッとね刺しておくだけでパキラと同じです。簡単に増やすことができるので、カットした枝はですね捨てずに刺し目で使われてもいいと思います。はい、そんな捨てのパーカスなんですけど、葉っぱがエキゾチックで個性的なので、あっさりとしたね白い鉢とかでもいいと思うんですけど、僕はねこういうやっぱりコンクリートのダーク調で揃えるとものすごくかっこよくなるんじゃないかなと思います。これ1本ひょろひょろっと伸びてるからね、この部分ぐらいからちょっと曲げてあげるとまたおしゃれになるのかなと思います。ステノパーカス見てください、影を楽しむのもいいですよね。こういうエキゾチックなタイプのね葉っぱはコウモリランなんかもそうなんですけど、ライトアップしてあげるととっても映えます、お部屋のね隅に。最近はね割とお安くクリップ型のライトとか売ってあるので、下から植物照らしてあげたりなんかしたらね、お部屋のランクも1ランクも2ランクも上がるんじゃないかなと思います。いろんな楽しめ方ができます。ステノパーカスとってもね丈夫で育てやすい植物です。乾燥に強くて寒さにも割と強い、そして日陰もですね結構いけます。葉っぱが変わってるタイプにしてはオールマイティな植物となっています。ぜひね皆さん見つけたら購入されてみてください。ステノパーカスちゃんでした。じゃあ今回はこんなところで、バイバーイ。今回は3つの植物をハントしてきました。え、ちょっと待って、嘘やろ、え、ちょっとちょっと、フィリモンステラがなくなってる、はあ、なくなったフィリモンステラ。